地図南京五大山体育センターは、中国チャンス省南京市の五大山城にある、スポーツ施設である。体育館、陸上競技場、水泳場、テニス場等からなる総合運動公園である。1951年に寄港し、内陸上競技場の南京五大山スタジアムは1952年8月18日に、建設を開始し、1953年に竣工した。 チャンス賞では最も早期に完成したナイター施設を有するサッカー施設である。センターの敷地面積は220世あり、年間400万人が利用し、204のスポーツ、文化イベントに使用されている。主要施設としては1万人収容の体育館、水泳、飛び込み場、総合トレーニング館、ボーリング場、陸上競技券サッカー場、テニス場などがある。 イベント等が開催されない日には一般開放が行われる施設もある。南京五大山体育場は1952年8月18日に建設を開始し、1953年に竣工した陸上競技場。休技場としても使用される、高素ソネー LFC のホームスタジアムでもある。南京五大山体育館1975年に完成した体育館。 チャンスドラゴンズのホームアリーナでもあり、ネーミングライツにより中国銀、ツラネタン区間とも呼ばれる。ありがとうございます。